6月18日、阿蘇市アゼリア21で第33回熊本県消防救助技術大会が実施されました。この大会は消防が行う救助活動の万全を期すため、日頃の訓練の成果を互いに披露し、知識・技術の普及向上に努め、もって安全確実な救助技術の確立を図ることを目的としています。消防精神とこれまで訓練に励んだ自信を胸に、水難救助技術のさらなる向上を目指し、精一杯競技することを誓います。平成19年6月18日、出場隊員代表、阿蘇広域行政事務組合消防本部消防副主将、中村忠和。訓練の種目は8種類あり、それぞれの種目で白熱した戦いがありました。この訓練は複合検索といい、マスク、シュノーケル、フィンを装着し、シュノーケリングで障害物を突破しながら水中のリングを探して引き上げるまでの安全確実性と所要時間を評価する訓練です。この訓練は基本泳法といい、抜き手と平泳ぎで25メートルずつ泳ぎ、安全確実性と所要時間を評価する訓練です。次の訓練は本物の人の髪の毛を持って救助する訓練です。これは水中結索といい、水中に沈めてある結索管に3種類の指定された結索をリレー方式で行います。この訓練は4人1組で水面と水中を検索し、救助する人を発見したら水面へ引き上げ、対岸まで運んで泳ぎ救助する訓練です。このお人形はなんと38キロもあるんです。そのお人形を手を使わずに足だけで泳ぎながら運んでいます。この大会でそれぞれの訓練で入賞した人は九州大会へ出場します。阿蘇広域からは人命救助の訓練で山辺隊員チームが入賞し、九州大会へ出場します。